はい、どうもこんにちは。今回は数学の未解決問題の中でもしかしたら最も単純かもしれない、問題を扱っていきたいと思います。それがコラッツ予想っていうんだけど、どんな予想かっていうとこういうものです。どんな正の整数も偶数なら2で割る、奇数なら3倍して1を足すという操作を繰り返すと必ず1に到達しますってやつなんだけど、だからこうやってね、文章で見ると少し難しく感じるんだけど、具体で見たらね、すぐわかります。どんな整数でもいいって言ってるので、例としてじゃあ6からやってみましょう。はい、6。こういう数に対して、このね、どっちかのパターンだったら、どっちかの操作を行うっていうのを繰り返します。6は偶数なので2で割りましょう。6を2で割って3。3は奇数だから3倍して1足しましょう。サザンが9足す1で10。10は偶数なので2で割りましょう。5になります。5は奇数なので3倍して1足しましょう。3、5、15足す1で16になります。16は偶数なので2で割りましょう。8になります。8は偶数なので2で割りましょう。下に行って4になります。4は偶数なので2で割りましょう。2になる。そして2は偶数なので2で割りましょう。1になると。はい。確かになった。ほらね。って言ってね、そんな、偉そうにすることじゃないんだけども、6からスタートして実際に1になることがね、分かったと思います。なんかまあ、もう一つぐらいやったらね、あ、なんか何でもいきそうだなという気はしてくる。じゃあ11やってみようか。11は最初奇数スタートだから3倍して1を足しましょう。33足す1で34。34は偶数だから2で割って17。17はこれ奇数だから3倍して51か。で、1足すから52。52は偶数だから2で割ってこれ26。26は偶数だから2で割って13。13は奇数だから3倍して39に1足して40。40は偶数だから2で割って20。20は偶数だから2で割って10。10は偶数だから2で割って5。5は奇数だから3倍して1と足すから3、5、15足す1で16。それ16は偶数だから2で割って8。8は偶数だから2で割って4。4は偶数だから2で割って2。2は偶数だから2で割って1と。おーってなるよね。確かに6とか11とか調べてみると、まあ、この操作繰り返すと、1にたどり着くことが、まあ、目に見えて分かったということになります。他にもね、いろいろね、例見、見てみたいって人がいると思うので、誰か、この中で、やってほしい数がある人います？あんなにそこでニヤニヤしてる人。どうぞ。27。OK です。じゃあ27やってみましょう。では27。27は奇数なので、3倍して1を足して、82。82は偶数だから2で割って41。というふうにやっていきましょう。
途中でね、もう27って言ったやつにね、ちょっと、パンチ入れたくなったんだけど、頑張りました。はい、ということで、27からスタートしても実際には、111回計算すればですね、1にたどり着くことが、分かったと。ちなみに途中でね、なんか、ああずっと2で割れて気持ちいいってね、数が小さくなるのってさ、偶数の時だけじゃん。奇数の時は数が増えるから3倍して1足すから。だから途中でここら辺でさ、めちゃくちゃ2で割れてなんかおしまいを感じたんだけど、また爆発的に増えていったりとかしてね、なかなか人の精神状態をね、不安定させるんだけど、一番やっぱり、ゾッとするのはね、一番殴りたくなったシーンは、ここだね。9232って数が出た時は一番そうなるよね。打ってきました。27からスタートしたのに途中でね、こういう、まあ、でかい数を経て、まあ、結局頑張ったら、まあ、1になることが分かったんだけども、まあ、これがね、果たして、すべての、正の先生言えるのかっていうのが、コラッツ予想なわけです。だから、この問題の難しさって、こういうふうになんか単に数が減ってって、おしまいっていうよりかは、どっかでなんか、ひたすら大きい数になったりして、めちゃくちゃステップかかって、ようやく1になったりするものがあるからですね、チェックがね、すごく難しいわけです。では、このコラッツ予想の、問題、どこまでね、いろいろ分かってるかっていうのを話していきましょう。はい、ということで、ここからは実際にこういう話を聞いて、コラッツ予想を解決してみたくなった人向けに話していきたいと思います。ここでは、6とか11とか27についてやってみたんだけど、ぜひ皆さんもですね、自分のノートで好きな数決めて1に到達するかどうかやってみてください。ちなみに1に到達しないやつが一つでも見つかれば、それはそれで大発見、反証になるからね、さっきの予想の。ぜひやってみてほしいんだけど、やってみなきゃわかんないことたくさんあるよ。さっき27みたいに、すごくね、そのステップが大きくなってしまった数で、本当に最後の最後に、2で割り切れまくる瞬間、ぐすぐすぐす、ぐすぐすぐすってなる感覚は、ぜひ一度味わった方がいいよ。おすすめです。はい、ということでね、いろいろね、チェックしてみてほしいんだけど、まあ、じゃあどこまで正しいことわかってるかっていうとですね、実はスーパーコンピューターを使ってここまでわかってます。5×2 の60乗っていう莫大な数までですね、確かめられてる。1に到達することが。2の60乗ってどんぐらいかっていうと、これは、10で表すと約10の18乗。10の18乗って数の単位つけて言うと 100K です。K だからね。1乗100千万、億兆、K! 外、女、上、皇、関、西、西、極、豪華社、麻生銀、なよた。不可思議無料体数っていうね。まあ、全部言うと、ま、小目聞こえるんだけど、100K だからね。すごい莫大な、数です。そこまでチェックされている。ちなみに、より最近の報告によると、10の20乗まで、正しいことが分かったという報告もあるらしいです。はい、ということで、まあ、いずれにせよですね、めちゃくちゃ莫大な数まではチェックが済んでいるんだけど、まあ、要するにこれは、全然足りないわけだよね、本当は。正の整数って無限にあるわけだから、これだけじゃまだ全然足りないんだけども、まあ、そういうところまでチェックは進んでいると。で、まあ、こういうね、コラッツ予想って問題、めちゃくちゃ有名な数学者のエルデシュって人がいるんだけど、この手のタイプの問題に取り組む数学をまだ我々は持ってないと言わしめるほどやっぱ難しいんですよね。こんな単純な問題なのに、文面だけ見たら小学生でも、わかるわけです。ただ、解決するのはめちゃくちゃ難しい。もう何も手が出せませんっていうね、そういうふうに数学者、一流数学者にも言わせたほど。だから、まあ、全くなかなかね、進展がなかったんだけど、超最近、2019年に、テンスタオっていう、まあ、本当に今いる大天才数学者がいるんだけど、9歳で大学に飛び級したみたいな天才です。がですね、めちゃくちゃでかい結果をですね、論文として投稿したのが少し話題になって、まあ、その時ね、どんなものかっていうと、騙されてるように感じるかもしれないんだけど、ほとんどすべての正の整数について、このコラッツ予想が正しい、そうだってことが分かったという論文です。すごく言い方は難しいんだけども、なんでよってね、整数って無限にある。正の整数って無限にあるので、無限にあるのに、ほとんど全てのってなんだよって思うかもしれないんだけど、確率論の言葉を使っててね、実際に対数密度ってものを使って、それほとんど全てのっていう言葉が出てきてるんだけども、まあ、いずれにせよですね、これは強そうってなかなか手がかりがなかったけども、まあそういうね、確率論的な話を含めての進展が、最近見られました。で実際に結構それがやっぱ数学界隈では大ニュースだったんで、シンガポールの首相って実はケンブリッジ大学のトリニティカレッジっていうところで数学勉強して首席で卒業してて、ツイッターでこのテレンス・タオがねそういう論文出したから、この正月休暇でちょっとこのコラッツ予想の問題について俺も考えるわってツイートしてました。それぐらい結構賑わってた、その時は。というね、まあいろいろ面白い問題なんですけども、実際にですね、解決したくなった人向けに言うとですね、
1に到達するかどうかのチェックって、偶数ではやる必要はありません。奇数で考えれば十分です。なぜなら、何かね、偶数が出てきたら、奇数になるまで、普通に単純に2で割っていけばいいだけだからね。だからそうやって聞くとね、なんか、あれ？俺でも証明できるって思ってね、自分もこの問題した時に、無謀にも取り組んでみたんだよね。誰でもやりたくなると思うんだけど、数列習ったらね、その数列勉強した時にやってみたくなったのは、初項が、例えば、だから奇数の倍率で示せばいいから、2n たす1でしょってやって。お、なんかいけそうな気がするってね、単純だからね。で、しかも、ここまですごくうまくいく気がするんだよね。2n たす1って必ずこれ奇数なわけだから、3倍して1たす操作まで決まってるわけです。なので、6n たす3に1たし 6n たす4。見て、やばくない？次これ、偶数じゃん、絶対に。なので、A3 は2で割って、3n たす2ってやって。おーってなるんだけど、次にちょっとゾッとするんだよね。あれ ?A4 ってどうなのかなと思った時に、やっぱりこれ N によってですね、奇数になったり偶数になったりしそうじゃん。で、じゃあ2パターンやろうかなと思って、2の 3N たす2と3倍して1たすから、9N たす7かな ?9N たす7。っていう風になんかこうやってどんどんやっていくんだけど、ここら辺から怪しくなってくるよ。場合分けというか、この分岐がすごい。バーって結局だから難しいものになっちゃうんだけども、なかなかですね、こういう風な。今あるような数学をシンプルに使うだけではですね、示せない問題っていうのはちょっと取り組んでみたらわかります。でもですね、めげずに、もしかしたら部分的に何かわかることがあるかもしれません。ぜひですね、意欲がある人は、何かしらね、この問題少し変えてみるなりとかしてね、いろいろね、この問題について楽しんでみてくれれば嬉しいです。ということで、今回の授業はこれでおしまいにしましょう。お疲れ様でした。